販売者様、企業様よりスピーカー、イヤホン、ライトなど本当に様々な家電、ガジェットを今まで紹介させていただきました。そして今回なんと初めてカメラの紹介です。それがこちらです。はい、お気づきでしょうか。なんと今カメラを前に出してます。こちらでございまーす。これもカメラでございます。今回は小型で軽量、いつでもどこでも簡単に設置できる監視カメラ、隠しカメラを紹介します。こういった形でスマートフォンで自分で見ることもできます。どこにも行けるのこれ。いいよ、どこにも行ける。カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、冒頭で説明した通り商品提供させていただきました。こちらの商品、小型で軽量、いつでもどこでも簡単に設置できる隠しカメラを紹介します。ではまずこちら早速開封していきたいと思います。オープン、こんな感じになっておりまして、オープン、はい、ユーザーマニュアルが書いております。こちらは全て日本語でございます。続きましてこれを取ります。商品が入っております。小さい、こちらが本体でございます。小さ、いやー、技術の進歩がすごい。これがカメラでございます。ちっさー。白い箱の中に、こちら。はい。マイクロ SD をこの中に差し込むアダプタですね。そして、こちら、USB ですね。そして、カメラのパーツがいろいろ入っております。こちら、初めて見た、ミニドライバー。細ー。まずこの最初に言っておきますけども、こちら、例えばどういった時に使うのかと言いますと、まあ、監督としては、ペットの監視や見守りカメラとしての使用、それから、まあ、これをつけることによって、空き巣の防犯についてね、監視カメラで録画できるというわけで、まあ、あとはその使い方にもよりますけども、嫌がらせやいじめ、不正行為の証拠を集めるために便利なグッズとなります。隠し場所としては、ソファーや植木鉢、家具や小物など、様々なものにつけたりすることができます。今回は、こういった内容で紹介していきます。1、超小型すぎる隠しカメラ。2、できることを紹介。3、製品の使用について。そして、エンディングとなります。では、1つ目から、いきます。超小型すぎるカメラ。はい。こちら、なんと重さが 20g。めちゃくちゃ軽いです。で、冒頭で開けました。こちらがですね、監視カメラのボタンというものでございます。出していきたいと思います。結構いろいろ入ってます。なるほど。例えば、これが、こういうパーツが入ってまして、こういう感じになったりとか、こんなのもありますね。ボタンなんですけども、服のスタイルに合わせて選ぶことができる9つのボタンがついております。2つ目、できることを紹介。はい、小さな小型監視カメラということで、今回ですね、なんと3つの使い方があります。1つ目、プラグ&プレイ。こちらはマイクロ SD カードに直接録画、それを後からパソコンなどで見ることができます。2つ目、 AP モード。こちらはアクセスポインターを使ってライブ視聴することができます。3つ目、 Wi-Fi リモートアクセス。その名の通り Wi-Fi を通してライブ視聴することができます。機能なんですけども、特徴的な機能がこちら3つございまして、1つ目が動画検知アラート。ついているセンサーが疑わしい動きを見つけると、センサーが検知するシステムです。これが高感度モーション検出機能、動体検知機能がついております。こちら範囲としては直径距離5メートル、範囲内の環境の動きに応じてアラーム録画を自動的に開始停止、動きが検知されると警告メッセージがスマホに飛んでいきます。続きまして、遠隔モニタリング。スマホ専用アプリを使うことで 2.4GB Wi-Fi ルーターを通してライブ映像をいつでもどこでも見ることができます。こちら、カメラ ID を家族で共有することによって、複数のスマートフォンからカメラを遠隔で視聴することができます。多画面、小型カメラ、複数のカメラを追加することができます。会社、車庫、自宅、旅行先のリアルタイム映像が1画面で同時にチェックすることができます。ではですね、早速ここにアプリの入手方法とあるので、こちらですね、この iPhone でやっていきたいと思います。じゃあ画面録画もスタートします。ではカメラ行きまして、iOS システム、こちらですね。はい、ミニカムというわけで、こちらの画面が出てきましたので、デバイスを追加する、超小型カメラとなっております。で、そしてこの本体側が来まして、マイクロ SD カードが入るところと、はい、こちらマイクロ SD カードをセットしていきたいと思います。この上ですね、はい、今ここに入りましたので、はい、セット。バッテリーはですね、ここですね、はい、今つながりました。はい、でカメラの電源がこちらですね、ここ、これがオンオフなので、カチリと押します。すると色が光ります。検索をかけます。お、来ましたね。あ、来ましたね。はい、こちら。はい、追加していきます。お、なんか、画面が出たぞ。今、パスワードを入れて更新しました。
最初の初期設定のパスワードは8888。8が4つです。おお。わ。おお。はい、見てください。こちら今撮っているカメラでございます。どうもどうも、小型カメラさん、こんにちは、監督です。この小さなカメラでここまでの性能があるっていうのはやっぱすごいですね。ナビ、映すか？ナビ。うわぁ、なんか、すごい古いビデオカメラみたいだな。はい、カメラ目線。ここ見て、ここ見て。というわけで、電波は途切れず、ちゃんとね、うまくいってますね。これなんですけど、これを今これつけますと、わぁ、よくある、なんかテレビやってるやつじゃん。こういう黒いやつで、この、ま、ちっちゃい丸から映すんでしょ？おーおーおー。ちなみにこれはこんな感じです。下に、ここで置くと、監視カメラ。はい。で、出てきました。お、なんだこのカメラ。ま、動きもね、そんななんか、スローモーションってわけじゃなくて、顔の判別とかも全然いけるので、それ持ってきて、それ、そのなんか、足、あ、持ってきて。よし。はい。持ってきて。はい、というわけで、隠しカメラなんですけども、動画自体のなんかその設定とかはこちら側で操作することがなく、基本的にはこの画像をこんな感じでですね、リアルタイムで見ることができます。で、ここでデバイス名シェア、 QR コードで他のね人たちにシェアすることもできる、ね、アラーム設定ね。あー、これ動画検出、あ、デバイス面で、おー、台所、リビング、ベッドルーム、休憩、庭、という風にできると。お、というわけで、撮影した素材は、こういった形で、放送を見ることと、ダウンロードすることができます。3つ目、製品の仕様について。こちら、本体なんですけども、長時間録画が可能です。650mAh のバッテリー内蔵が搭載された今回のカメラ。フル充電2時間で130分利用することができます。ちなみにこちら、連続録画が可能で、この130分を2時間、ループ連続録画していきます。連続的に新しいものをですね、更新しながら録画する機能も備わっております。動画は自動的にマイクロ SD カードに保存。パソコンに入れて視聴することができます。で、この本体なんですけども、バッテリーで動くんですけど、別売りの USB アダプターやモバイバルバッテリーを使うと、なんと24時間連続撮影することが可能となっております。マイクロ SD カードは最大 128GB まで対応、最大4ヶ月間のビデオファイルを保存することができます。記録されたビデオファイルは携帯電話 APP によって遠隔ダウンロード、再生、削除することが可能です。動画についてライブ視聴は 1920×1080、 こちらは鮮明なフル HD となっております。続いて録画は 1280×780、 15から 30fps からフレームレートを選択することができます。ビデオ形式は AVI。 はい、というわけで今回紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。うまく使っていければこちらはかなり便利な超小型カメラということで使える商品かと思いますので、もし興味がある方は動画概要欄までご覧ください。はい、この監督ラボではこういったガジェットだったり、めちゃくちゃおすすめしたいとか、なんかロマンくすぐられるものですとか、興味がある方はぜひチャンネル登録をしてリストたくさん出しておりますので見ていただければと思います。ではまた次の動画で会いましょう。どうした、ナビどうした。ナビが見てた。ナビがじっとこっちを見てた。ちなみに今回なんですけども、初めて監督ラボで、ピクチャープロファイル8というものを使っておりまして、色補正をしている映像となっております。どうでしょうか？綺麗でしょうか？はい。今後これでやっていきたいなと思っております。今後もよろしくお願いいたします。はい。こう、開けます。あ、逆だった。初めてのカメラ案件でございます。ありがとうございます。見守りカメラって、センサーが疑い、ライブ、2時間、ループ的、バッツァ